俺に贈り物？あ、そうなんです。これなんですけど。何？バラ色のペアリング？これを持ってあの人デートに誘えだと？あ、そうなんです。ところどころなんか感じ入ってくる。さすがにちょっと気が早くないか。いや、そんなことないですよ。よっ、待って、ないですよ。分かっている。これくらいの覚悟が必要だということで。話は変わるが、義継には理想の女性というのはいるか？ね、お、え、女性？女性。いや、別に女に限らなくてもいいが。そうか、お前が他の女性に興味を示さないのはシスコンだからではなかったのか。そんなはずはありません。違いますよね、兄様。え、落ち着いて、マヤカ。はい、落ち着いてください。し、柴さん。兄様、まさかこんなクリムゾンプリンが好きとか言いませんよね。な、何を言っている。そんなわけないだろ。では、まさかお兄様を。僕？え、いや、そうなのか、義継。そんな。みゆきさんを泣かせたからにはそれなりの覚悟が必要ですよ。兄様、一条さん、全裸、全裸で正座です。おい、なんで俺まで。義継、俺にそっちの趣味はない。悪いがお前一人でやってくれ。最初が一人。